チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日の倉山充が聞く天は三宅淳子先生をお招きして番組を進めたいと思います。三宅先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや、何を聞いていいようなんですか。いろんな仕事をいっぱいしてるので。今日の感想は、まあ、今日あの例 の, あの、討論、討論、強行論という、はい、まあ、その場で番組名決めてしまったすごい番組ですよ。はい、あの急に来て急に話して、はい、女性最初のゲスト、ゲストとしては最初ですね。はい、光栄です、はい、というか、何聞かれても平気な立場というのは良かったなと、はい、後ろもないし紐もついてないし、はい、まあ、ついてる人ばっかりですもんね、日本の星だと、だんだん分かってきましたけど、本当それに傷持つ人が多い。そうですよね、脅されて転んじゃう人もどれだけ多かったか。あるいはまあ守るものがあると言われれば聞こえばいいけど、はい、まあ、せめてそういう人黙っててくれればこっちの足引っ張ってきたりしますね、うん、で宮内先生、私なんかよりはるか長くからひどい目に遭わされてるじゃないですか。うん、なんかもうね、それ通り越してね、何にも覚えてないような気がする。あ、そうなんですか。はい、はい、今は、っていうよりも本当にね、60間近になってこんな露出が増えたのがすごいなと我ながら。え、すごい。50代ってどうだったんですか。なんかもうあの物は書くけども、うん、本当に専門のエッセイの依頼が来るくらいで、うん、あとはもう学会からは全く縁がなくなってしまって、はい、自分の学問も誰も読まないんだったら書いてもしょうがないしみたいな、うん、で、まあ、食べていくために頼まれた、歴史エッセイみたいなのを書く、うん、まあ定期的に書く、はい、それぐらいで静か、すごく穏やかな静かな。じゃあずっとインプットばっかりしてた。あ、まあね、そうそう、それはね、はい、本当にね、あのまあ時々は世の中に起こるけど、それは1年のうちにほんの、うん、大体ね、2月3月がね腹が立つね。何ですか。新年度もやっぱり同じかとか思うと気分が悪いね。でも4月入っちゃうとね、あ、もう始まっちゃった、また1年これかと思うと穏やかになる。そうです。 私なんか8月6、9、15と腹が立って、いや6、8、9、15と不愉快な日なんで。ああ、そうだね。そこは特に暑い夏だと腹が立つんですけどね。うん、あの基本的にあんまり政治は、まあ、よく知らないという感じだった。現実政権にはタッチされてませんが、その割に結構いろんなことをしてますよね。いや、私自身は現実政治とは距離があるつもりで、学者として一生を終えるつもりだったんだけど、いや、だったってそうじゃない。あ、もうだってこれってさ、はい、学者は学者として一生を終えるけど、行動する学者に近くなってこなかった。まあ、まさにそうだと思いますが、うん、はい、で、その、だけども自分の知ってることを言わないで死ぬのもなっていうのとか、うん、やっぱりあの別に日本国家に恩もなかったけど、だけどもやっぱり日本人に生まれたら本当にいい人生というか、もうモンゴルも知ってるし、中国も知ってるし、もうロシアも知ってるし、まあそこに生まれてたら大変だった、あ、朝鮮に生まれてても大変だったと、もう本当に行幸として日本人に生まれて、でやっぱり日本の国家、こういういい国家に対してはやっぱ恩を返さないといけないという気持ちっていうのが生まれたので、だから求められれば本当のことを言うと、それから嘘とかごまかしとか、そういうあの、なんだろう、育児のないことが嫌い、うん、まあ、嘘ばっかり溢れてますもんね、うん、ね、昔から中国報道だって嘘しかないですもんね、っていうことで、うん、あの言われて聞かれてふっと本当のこと言うと、あ、もう本当のことを言ってくれる人は他にいないから言うんで、最初は私はモンゴル史なのに真実の中国史、はい、次に中国のことをやったんだと思って満州、全然モンゴルに関係ない、最後に全然モンゴルに行って、まあ、ちょっとだけしか関係ないけど、こんなんとか、どん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 広がっていって、話が、私、モンゴル史なんだけど、専門は。で、まあ、最近、モンゴルの話しなきゃいけないとなってますけどね。だから、あの思いもかけず、年、まあ、老年に入ろうとしていて、花は開いてきたのねと、満足な人生だと、はい、最近思ってます。いや、本当に宮内先生って現実政治からあえて距離を置いてるからこそ、うん、いろんなあの表情報をつまり全部知ってるからこそ裏情報勝手に入ってくるみたいなところありますよね。討論でも言ってましたけど、少数民族のひどい目に遭わされる人はいろんなことを教えてくれる、うん、っていうかね、やっぱり私はその中国の周りのモンゴル、チベット、ウイグルの歴史が本当の私の専門で、何十年も現地資料を読んで来ていて、後ろから背中から中国を見ると嘘つきだからね、うん、だからこれは違うでしょ、あれは違うでしょっていうことは、うん、やっぱりその人の知らないことを知ってる、うん、だから
少数民族の人たちに実は信用されてる。でさっきクライアンの討論会で、嘘の情報ファイルを持って先生の弟子になりたいってやってきて、ああもう見てきたって分かるなっていうのは、まあ、当局が差し向けてるってことだけど、だけどもその子たちはその決して日本人みたいに本当に当局に忠誠だったら忠誠とか、その整合性がないわけだから、そこは生き延びるためには何でもしなきゃいけなくて、手段は手段、自分の気持ちって全部別で、でやっぱり少数民族のこのいいところはその本当の肝心よりは仲間を持ってたり裏切らない家族を持ってたり、その友達付き合いっていうのがあったりして、だからその部分でね、私たちのこと友達だと思ったらもう全然違う付き合い方をする。だからあのそういう報告しなきゃいけない義務がありそうと思っても、そっちとこっちとっていうのがあるのでね、だから私たちが彼らの不利になることは一切しない。だって生き延びてほしいからね。やっぱりあの私はまああの福島香織ととってもいい親友で、彼女は中国のことをてつけつけ書くけど中国に好きなんだよね、うん、好きな子がいっぱいいるのよね、うん、で、まあ、まあ甘いけどね、かなり ね甘いのはよくわかるけど、でもやっぱりその同じ人間で可愛いとことかこの人は好きとかいう人っていうのは、まあ、絶対出てくるし、そのそういう人たちのことも踏まえて、私たちが嫌いじゃないってことを分かると、こう本当に他の人には言わないとか、私たちが政治、私と主人は政治利用絶対しなかったから、しなかった50年っていうのはね、やっぱ信用つくよね、向こうもね、裏切らなかった、何を聞いても一言言わなかったとか、もう絶対にあの墓場まで持ってるとかっていうと、向こうはやっぱり本気で私たちと付き合う、そういう付き合いがあるのでね。だって今韓国についてさ、はい、あなたと2人で本作って、はい、もう嘘ばっかり言ってるって言うけども、それでもこの間も韓国人の先生の記念論書にしっかりと論文を送って、それから私の主人の後期での手紙の韓国語訳に出るんだけど、はい、あ、役者さんが3年前から一生懸命やってて、その人が先死んじゃったんです、はい、10月にお嬢さんからものすごい丁寧な日本語の、もう全然誤りのない日本語の手紙が来て、いろいろ書いてくれて、でぜひ条文をくださいって言ったんで、急いで条文出して、そしたらまたそのそれについて丁寧に来て、そういうのってもう普通の日本人の付き合いの友人以上にやっぱり分かり合える人がいて、そういう人がいるのになんで政治は女とかね、でもそういうことを言い出すと50歩100歩で、日本もこんなに素敵な日本人がいっぱいいるのになんで日本の政治こんなとか、で比較の対象っていうか、はい、まあやっぱりあの何割とか10割、9割、8割、7割とかやり方の違いはあっても、結構人間社会っていうのはやっぱり似たとこあるなっていうのが私の意見です。なるほど、何も聞かれなくてもよくしゃべるね。いや、やらせてた今日番組討論来るとき、討論に来た討論、今日コーラですね、出ていただいて、何喋ればいいのって思いっきり喋りまくって、小坂英二さんより喋ってたんですか。すいませんでした。坂東先生は思いっきり喋りまくってましたが、相変わらず長兵衛先生は計算の動きですが、坂東先生はあれ天然ですまあこの後ゲストで撮るんですけれど、はい、はい、でもまあ倉山さんが喋る時間が少ない。いや、いらないです、聞き入れです。まあ他でいっぱい言うところもあるし、初心者ですし、喋り苦手な言うところもあるし、はい、すみません、スルーしないといけません。いつも他社さんでやってるときに私が喋ったら大体あのそこキャッチボールしないで別のこと喋って次のこと言ってますよ真ん中からあの前々からあのカメラの前で不満言いたかったんですが、会話がのキャッチボールになってないんですよ。お互いが壁に向かってあのブルペンピッチングやってますよ。まあね、まだ合ってるんでいいんじゃない、はい、と思いますよ。はい、クライマー喋りすぎだってね、他社さんでいろいろ叩かれてますんで。そうなの？そうなんですよ、うん、いい、お前は引っ込めみたいな、宮城先生のファンを持っていいんです。いやいやいや、もちろんいいですよ、はい、だってクライマー君と私は2年も年違っててね、えらいこの頃馬があって、はい、なんかあの調子よく、あのここで言っとくけど、彼は本当に博識で、軽く言ってるけど、あの非常に何でもよく知ってて、で私のやってる専門の朝鮮、中国、満州、あのモンゴル、何でも読んでくれてるので、書いたもの全部読んでるから安心して話せる、うん、だからあの受け手としても安心だし、だから私は自分は政治が疎いので、あなたが言ってる日本の政治とか憲法の話とかもう全部あなたの意見を知ろうとしてるの、はい、もうね、倉山君が言ってんだからやっぱそっちだよ、はい、とかね、大体もうそっちで
あの他はスルーできるという非常に安心した状態だと思ってるんで先生本気で照れて買いすぎがないんですけどどうせどう返してるか分かんないです、はい、あの皆さん、はい、あの私は本当に信用してるんです。だから良かったな、若い友人でこういう赤いのできてたと思ってます、はい、こんなお褒めなんて返せないんです。頑張ってください。ありがとう。ということで株のお褒めの言葉ありがとうございます。今日は、はい、今後とまた機会があればよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。